クロスティー・ラッカーはカリフォルニア州タスティング出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のオークランドレーダースに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。高校時代はランニングバック、ラインバッカーでプレーした。高校卒業後、2001年コロラド州立大学に入学し、その年は練習生で過ごした。2002年に USC へ転校。 その年は NCWA が定めたルールのため練習生で過ごした。2003年春にラインバッカーからディフェンシブエンドにコンバートされ当初は控えディフェンシブエンドであったがシーズン最後の5試合で先発出場した。2004年この年春に左足つま先の手術を行った。全13試合に出場29タックル2.5サックを挙げた。 2005年までもつま先の手術を行った。USC から2006年の NFL ドラフト3巡でシンシナティベンガルズに指名された。2006年の NFL ドラフト3巡でシンシナティベンガルズに指名されたが、その年は故障者リストで過ごした。2007年、開幕53人のロースターに残った。スペシャルチームなどで出場、シーズン最終週のマイアミドルフィンズ戦で、 初先発し、5タックルを挙げた。2008年、先発4試合を含む11試合に、出場、24タックル、2ファンブルフォースを記録した。2009年、11月15日の、ピッツバーグスティーラーズ戦では、ベンロスリスバーガーのパスをインターセプト。2010年、3月、ベンガルズと2年契約を結んだ。この年11月、膝の負傷により故障者リスト入りした。 2011年、11試合に先発出場し、44タックル、4サックを挙げた。2012年3月14日、クリーブランド・ブラウンズと契約。2012年、全試合に先発出場し48タックル、4サックを挙げたが、ブラウンズが2013年シーズン、4から3ディフェンスから、マルチフロントシステムへ移行することから、構想外となり解雇された。 2013年3月21日、アリゾナカージナルスと2年契約を結んだ。2014年は、ダーネル・ドケットが故障で離脱したことから、7試合の先発を含む15試合に出場し、24タックル、5サックにファンブルフォースを挙げた。2015年6月1日、カージナルスとの契約を年延長した。2018年6月12日に、 オークランドレーダースと契約した。ありがとうございます。